おはようございます。今日はビゴのパンを買いに行こうと思います。ビゴさんのパンですね。外国人として初めて、日本の現代の名工に選ばれた、フィリップ・ビゴさんです。すごいね、サイレン。サンフランシスコみたいや。見たことないけど。JR の摂津本山駅降りて阪急の岡本に向かってます。ここ左行くとアルチザンの岡本店があったんですけども、岡本店は、去年閉じました。まあ他にもアルチザンよそに出してるんですけど、やっぱパン屋激戦区なんでね、岡本は美味しいんですけどね。でケルンは何つからやってんのかな。ケルンパン屋さんです。僕、岡本のパン屋さんの中ではケルンが一番好きですね。オーソドックスなパンが多いです。まあ、もちろん新しめのやつもあるんですけど、昭和20年ぐらいの創業とかなんかそんなんで、まあ古、まあ神戸のパン屋どこも古いのが多いんですけど、ケルンはホームページすごい可愛らしいんですよ。なんかほんわかした感じで、なんかね、可愛いんですよ。ケルンは食パンが数種類多くて、で、みんな山にちなんだ名前つけててね、白馬とか、立山とか、立品とか、ほたかもあったかな。まあ、その山関係の名前っていうのがちょっと僕的にはグッとくるものがあって、まあ、もちろん美味しいんですけど、僕は白馬好きです。そしてここはドンクです。ドンクはビゴのパン屋さんとはものすごい深いつながりがありまして、まあその辺の話ちょっと後で時間あったらしようかな。ドンクは日本中にいっぱいお店出してるんですけど、芦屋にはないんですよね。なんで？っていう。まあその辺がちょっとビゴさんと関係してくるんですけど。まあ、こんなとこタリーズあったかな？あ、僕ね、この服屋さん好きなんです。まあ女性もんなんで中入って買ったりはしないんですけど、ウィンドウの飾り付けとかね、なんか可愛いし、おしゃれで、ちょっと、窓の外で佇んでしまいます。んで、これ、ローゲンマイヤー、ここ。あ、まあ、ローゲンマイヤーといえば塩パンです。Facebook に、ローゲンマイヤーの塩パンファンクラブみたいなのが出来上がってるぐらいなんで、まあ、ほんま美味しいです、ここの塩パンは。ほんま美味しい。というわけで、阪急に乗って、これ、車来るなっちゅうねん。ここね、狭いから普段車絶対食えへんねんけど。ビゴ行く前に妻狩り行ってきます。紅葉園駅を降りて妻狩りに向かってます。妻狩りの焼き菓子は美味しいですよ、本当に。ここのクッキーの美味しさが分かる人を思ってて幸せやなっていう。ちょっとお高いんですけどね、ちょっとお高いんですけど、とにかく美味しいですから。偶然ですけど、妻狩りさんも現代の名工に選ばれてます。ガードマンいはるな、今日。ガードマン何人いるん？もう正月なんでね。うわぁ、おわぁ、ようけ人いるわ。
大にぎわいでした。大繁盛です。働いてるスタッフの方々のキビキビした動きというか、こうシステムというかね、ちょっと惚れ惚れするものがありましたね。まあみんな自分の持ち場の仕事も 100% こなすんですけど、まあ、他の人の持ち場のところにも目を配って、こうちょっと何かあったら声かけるっていう、まあインカムでなんですけど、なんかその動きがね、すごいかっこよかった。そして実はここにもビゴのパン屋さんがあるという。まあでも芦屋本店に向かいます。そうそう、さっきの話の続きなんですけど、ビゴさんとドンクのつながりですね。ビゴさんもともとフランス人 で日本に来たのはまあ、パンを伝えて広めたりとか技術の指導とかそういう目的で来て、でまあ日本一かなんかあって、それに出るためにフランスから来たんですけど、その後ドンクに就職して、ドンクのパンの技術指導員っていうことで働き始めたんですよね。でまあ何年も経って、ドンクからビゴさんが独立したいっていう話になった時に、ビゴさん最初は鎌倉に店を出そうって考えたみたいなんです。っていうのはそのドンクのお店が当時ドンク日本中に店出してたんです、広げてたんですけど、鎌倉にはドンクの店がなかったんで、競合することもないし迷惑かけることもないっていうことで、まあ、鎌倉にしようと。でその話をドンクの社長さんに言ったら、いやいやちょっと待って、ドンクの芦屋店を丸ごと全部ビゴさんに譲るんで、芦屋で始めたらいいんちゃうっていう話をされたんですね。まあ、それでビゴさんは芦屋に第1号店出して、まあ、今でも芦屋本店ビゴのパンっていうことになってると。ほんでこの話で僕一つ好きなエピソードがあって、芦屋のドンクの店をビゴさんに譲るってなった時に、ドンクの社長がビゴさんに約束したことが一つあって、芦屋の店は譲ると。でその後ドンクは芦屋の地にはもう一生店は出さないって約束したっていう。でこれ実際今も芦屋にドンクなくって、西宮北口にドンクの店があって、その後も芦屋通り越して神戸までないんですよね。その約束はもう今でも守られてるっていうのが、これちょっと僕グッとくる話だなと思って好きなんです。見えてきた。うわ、なんかドキドキする。ビゴさんとはどうしよう。いや、ビゴさんとは何話そう。何も話すことないんやけど。症状とか盾とかいっぱい並んでます。ビゴさんの写真も。いや、食パン全部買いたい。菓子パンもいいよな、1個ぐらい。本店は割とごじんまりしてます。静かです。まあやっぱりフランスパンですよね。でもバゲットとかパリジャンちょっと大きくて持って帰れへんからな。
いやー、ビコさんいなかったけどめっちゃうまいか。いや、早く食べたい。どっかコーヒーでも買って、公園とかに。じゃん。三角のがガレットデロアで、置くのがレーズンとくるみの、あの硬いなんかです。めっちゃうまい。ここで普段は役立たずのナイフ登場です。きれいね。どう言ったらいいのかな。お肉のような、なんかお肉ですね。お肉を食べてるみたいな、肉食べてるみたいな、滋味というのか、なんというのかな、もうお肉ですね、本当これは。お肉。さっきから肉しか言うてへんけど。フランスパンはバタールにしました。最高。